うわ、これはむずい。いいっすか。じゃあちょっと待ってね、待って、一回ちょっと素振りさせて。これマジで見えない、マジで怖いね。結構これ見えない中でスイングするって怖いんで、マジね、当たらないんですよ。いきますよ、うん、はいよ、一個目、ちょっと待ってね。シーン、あ、OK、はい、少々お待ちください。はい、いいっすか。はい、いきます。なあ、これは、なるほど、 OK、 はい、いいっすか。いいよ、いいよ、はいはい、じゃあ2球目いきます。今ね、2個に絞った今の、はい、2球目いきます、OK、はい、いいっすよ、はい、いいっすよ、はい、いいっすか。どうぞ、いきます。なるほど、うわ、これはむずい。本当に見えないですよ、皆さん。全然見えない。ちょっと待って、もういい、まだ3個目いきますよ。まあこれよく当たってるよね。はい、どうぞ。じゃあいきます。うわー、なるほど、うわー、これ迷う。取っていい？はい、これはむずい。ね、これむずいね。さあ、はい、1球目は、はいはいはい、1球目は V1X、 V1X、 1球目は V1X か、はい、テーラーでもらったんですよ、はい、で1球目は俺の感じだと V1X で、2球目が、はい、これはテーラーか BS どっちかだと思ったんですよね、うん、でも俺の感覚的にテーラーなんですよね、うん、3球目がスリクソンかキャロウェイで回って、ほうほうほう、これはキャロウェイ。なるほど、ということは、1球目が V1 テーラースリクソンと、うん、キャロウェイ、あ、キャロウェイ、 V1 テーラーキャロウェイ、キャロウェイ。じゃあ正解を発表したいと思います、はい、1球目、はい、スリクソン。なるほど、全然違うじゃん。なるほどね、はい、2球目、はいはい、キャロウェイ。嘘だよ。キャロウェイ、はい、そして3球目、はい、BS。 全部一緒じゃねえかよ、さっきと。そうなんです、実は同じボールをやって、はい、まあ、真剣勝負と、まあ、同じものを同じ手順でやって、どっちが勝つかを。これはね、裏書きすぎちゃったよ。裏書きすぎた、今裏書きすぎた。さっきね、スタッフの方から同じの2個でもいいですよっていうあれがあったんですけど、あ、そういうこと、あったんですけど、ちょっとあえて、はい、もう、はい、俺さ、フェアな勝負をしよう。今のさ、これがこれ、これがこれ、これがこれって言ったやつ全部かすってなかったよね。あー、全然わかんないね、はい、っていう感じなんですよ。わかりました、はいはい、ということで、はいはい、検証結果、はい、プロでもボールはわからない。全然わかんない。わ、まあ、からなかったね、私たちはね。でも、私はわかるよっていう方、ぜひこれね、しましょう。そう、チャレンジャー募集だもん。本当。これね、マジ難しい。でも今日は特に難しい5種類を多分チョイスされたのかなとは。そうね。なんでだろう。絶対自信あったんだけどな、1球目とか。1球目はね、なんつったっけ。スリクソンでしょ。スリクソン。これは V1 だと思ったんだよね。V1 か。で、V1 とスリクソンちょっと似てたね。似てたっていうか、系統は。なんか V1 とセキさんが似てて、うん、BS とテイラーが似てたんですよ。 BS とテイラー、あ、そうが感触似てたのよ。で、なんかちょっとこうキャロウェイだけちょっと特殊だったんだよね。全然外れてるけど ね、 れてるけどね。キャロウェイだけ特殊言って言いつつ全く、まあ、ということで、はい、今回は大堀の、はい、立ちで足を、まあ、参りました、はい、参りました。今ね、7番アイアンで検証したんですけど、はいはい、ドライバーね、そう、とか
ウェッジとかの方が、ね、多分これはいいかもしれない。なるほどなるほど。そう確かに、ちょっとね感触がねこうアイアンの、うん、難しい。そうこの790とか中空だと結構ね、うんうん、弾いちゃうからね。言い訳ね。はい、言い訳です。はい、すいませんでした。はい、言い訳、はい、ということで、はい、はい、今日の、検証結果、ボールはどれ打っても目隠しされたらわからない。そんなことないかもしれないけどね。我々は、はい、我々は分からなかったっていう、はい、でも、はい、これ使ってますって自慢げに。そうです、はいはい、でこれはこのボールはどうでこうでこうでっていう、はい、まあ、総評みたいなのをしちゃいますみたいな、はいはい、いう感じで、まあ、どれもねボールはね素晴らしいですね。最近のボールは本当にすごいいいので、うん、どれ使ってもいいんですけども、うん、まあ、最終的には自分のフィーリングを信じましょうっていうところなんですけども、実際フィーリングが感じられない3人2人が言ってても全く説得力がない。、はい、ということで、はい、はい、僕の負けということで、後日、あ、僕の罰ゲーム取りですね、はい、お願いします。これちゃんちょっとあんまりえぐいのはやめようよね。ね、はい、はい、はい、ということで、はい、楽しみにしてください。ということで、また次回も楽しみに。